フンセンは、カンボジアの軍人、政治家、民主カンプチアで、軍司令官を務めていたが、1977年に、離脱し、ポルポトと決別。1978年のベトナム軍侵攻後は親、ベトナム政権の外相、首相を折れ任。カンボジア王国首相、カンボジア人民党議長を務める。1951年、 カンボジア東部コンポンチャム州の農家に生まれる。父親は海南東出身の家人だと言われ、噴泉は、運昇るという中国語に対応する。13歳の時、勉学のためプノンペンに出た。1970年3月、北京に亡命中のシハヌークの呼びかけに応じ、ロンノル政権に対抗するクメールルージュ軍の下級部隊指揮官として従軍。 1975年4月のプノンペン攻略に大隊長として参加し、4月16日の戦闘で顔面に銃弾を受けて、左目を失明した。1976年になると、クメールルージュの過激な政策に嫌気がさし、粛清の危険も感じて、翌年の6月にポルポト派を離脱し、ベトナムに亡命する。1978年12月、 カンプチア旧国民族統一戦線中央委員及び旧国民族青年協会会長に就任。直後にベトナム軍がカンボジアに侵攻、クメール・ルージュ軍は敗走し、ポルポトはタイとの国境へ逃れた。1979年1月7日、プノンペン陥落の同日、人民革命党再建大会において、中央委員及び常任委員会委員に選出された。 翌8日には28歳で人民革命評議会外務担当副議長に就任し、10日にはカンプチア人民共和国が発足した。以後、彼は外務大臣としてインドシナー平行省において重要な役割を果たしてゆく。1981年5月1日の総選挙においてコンポンチャム州選出の国民議会議員として当選。 同年5月26日から29日の第4回党大会において、中央委員及び政治局員、初期局員に選出され、党内序列第6位となる。6月には、ペンソバン内閣の閣僚評議会、副議長兼外務大臣に任命され、ペンソバン失脚後も次のチャンシュ内閣で留任した。1984年末のチャンシ首相の死後、奮戦は、 同首相の葬儀委員長を務める。1985年1月14日、第8期国会において、公認の閣僚評議会議長に選出され、外務大臣を兼務した。噴泉は、当時32歳であり、世界最年少の政府首脳だった。1990年9月には、カンボジア最高国民評議会議員に就任。1991年10月18日、 カンプチア人民革命党臨時党大会において、カンボジア人民党への解消が採択されるとともに、フンセンは、党中央委員会副議長に選出され、序列第3位となった。1991年、ベトナムのグエンアイクオック社会科学学院により、政治学博士号を授与。1993年5月の国連管理課の総選挙の結果、 王党派の政党分身ペックと人民党が連立で合意し、同年7月1日にノロドム・ラナリットと共に暫定国民政府共同首相に就任した。9月24日、新憲法が発行し、カンボジア王国が成立すると第二首相に就任。しかし政権内闘争が発展し、1997年7月にラナリットの外遊中に武力クーデターを起こし、 連立相手であったフンシンペックを政権から排除した。その後は、フンシンペック、反ラナリット派と連立の枠組みを維持し、ウンフォト外相を第一首相につけた。1998年11月、再びフンシンペックとの連立で合意し、ラナリットは会員議長に就任し、フンセンは11月30日に単独の首相に就任した。二千四年七月十五日、 首相に再任。2009年10月、隣国太陽国から逃亡中のタクシン・チナワと元首相を個人アドバイザーとして迎え入れた。また、タクシン元首相は同時に政府の経済顧問にも就任している。タクシン元首相が首相在任中から両者の関係は親密であることが知られていた。 2013年9月24日、先の総選挙により選出された国民議会は野党がボイコットする中、与党議員68人の全会一致で、噴戦を首相に再任し、新内閣を承認した。2017年9月、最大野党のカンボジア旧国党の党首ケムソカを逮捕し、同年11月にはカンボジア旧国党を解散させるなど中国の 経済支援を後ろ盾に独裁化を強めているとされ、2017年時点で在職期間で世界最長の首相とされる。1976年1月にポルポト政権の政策により強制結婚した。妻のンラニーも海南島出身の家人。三男三女を設けた。三男のフンマには政界入りを目指している。内戦時代に戦闘で左目を失い、 ソビエト連邦製のガラスの義眼をつけていたが、日本を訪問した際、日本政府からプラスチック製の義眼を送られ、それを着用していた。日本の政治家の中では、渡辺道夫と婚姻にしており、渡辺とは、生前6回会っている。日本での義眼手術の際には、渡辺の計らいで、山内という偽名で入院し、渡辺が死去した後に墓参りを行っている。 親中派とされ、カンボジア首相府は中国の援助によって建設されている。南シナ海問題では中国を支持し、何があっても中国は友人と発言している。噴戦に反対する野党勢力は中国のハッカーからサイバー攻撃などを受けているとされる。カンボジアでは2014年2月以降、公共の場での喫煙が禁止された。 噴戦は40年近い喫煙歴を持つものの、自身の禁煙に成功したと発表した。2016年米大統領選でのドナルド・トランプ当選を強く望み、彼が大統領になれば、世界はより良くなり、戦争が避けられ、米ロ関係も好転するだろうと予測した。ありがとうございます。